月曜にお送りする月曜ランキング、略して月ラン。今日はこちらです。もうすぐ新入園新入学の季節です。そこで今回の月ラン、はメトロ書店読書アドバイザー川崎彩子さんに聞く新入園新入学の準備におすすめの本ランキングです。第3位はこちらです。ゴッドフレンドキッズフォースクールです。通園通学の必需品を手作りするためのガイドブックです。ほう、手作り。上履きやお着替えといったものを入れる基本の3点セット、最近マストアイテムのマスクケースとかですね、そういったものをどうやって作るかということも書いてあって非常に便利ですね。全部型紙とか作り方が端末の方に丁寧に書いてありますので、これを見ながら初心者の方でも簡単に作っていくことができます。ぜひお子さんの幼稚園生活を手作りで楽しんでいませんか。これはいい。第2位はこちらです。初めて園児のかわいいお弁当です。こちらの本は幼稚園に入るお子さんのために作るお弁当のレシピ集なんですけれども、ご丁寧なことにですね、1ヶ月分のレシピが載っていますので、子どもさんも飽きることがなく作ることができます。ありがたいのがこちら、朝10分でクイックお弁当、これはレンチンなどを用いながら作るんですけれども、うっかり寝坊してしまった時などにも作れるということで、忙しいお母さんにとってはいい情報だと思います。このほか色別のおかずも載っていて、かわいいお弁当作りには最適なレシピ本です。第1位はこちら、どんな気持ちです。自分の気持ちを言葉にして伝えること、相手の気持ちを想像して相手の立場になって考えることを教えてくれる、そんな絵本です。初めて幼稚園や小学校に上がるお子さんたちが、今まで2人あるいは3人といった少ない家族生活の中でいきなり大きな社会の中に放り込まれるということで、いろんな人たちの気持ちがどういうふうになるのかなってことを知るためのきっかけになるためにいい本じゃないかなと思います。お母さんやお父さんのお膝で一緒に読んで、どんな気持ちだろう、意地悪したら嫌な気持ちになるんじゃないかなとかですね、悲しい思いをしないようにあのお友達に話しかけてあげようとか、そういう家族での話し合いのきっかけにもなればいいなというふうに思っています。入園式入学式まであと半月ちょっと、楽しみながら準備を進めてみてはいかがでしょうか。